けえ振りだな。でもこれだけ盛大だとすぐに止みそうな気もするけどな。そりゃあメンセ、台風の速度が遅いそうだから下手すりゃ明日も丸一日こんな調子らしいぜ。ちょっとの天気でも船は欠航するもんだしよ。やっぱり日曜日のうちには引き上げられないか。念のため月曜日に外部とのスケジュールを入れなくて正解だったよ。ってことは月曜の学校はサボれそうだな。島生活ってのも悪くないもんだぜ。あ、そういやジェシカは登校って毎日船で通ってるわけだろ。船が欠航したら学校はどうなるんだ。カメハメハ大王並みに雨が降ったらお休みで風が吹いたら遅刻してか。船が出なきゃ休みになるぜ。もっともそう甘くはねえけどな。大抵その代わりに自習が指示されて後でかっちりと見られるから、そうそう気楽でもねえさ。例えば梅雨なんかの長く天気が崩れる時期だと数日間くらい登校できないこともあるんじゃねえのか。そういうこともあるぜ。でも毎日きっちり担任から電話がかかってきて、どう自習しろ何を提出しろとすっぱく指導されるけどな。バトラ君が考えてるほど簡単にはサボれないよ。船で通う人たちのルールに従ってしっかり勉強をしているよ。むしろ登校できた方が気楽だぜ。自分の部屋じゃ気が散るし集中もできねえしな。それでいて問題集ばっかり数日もやらされてるとかなり精神的に応えるもんがあるぜ。大学の時にはよ、寮のあるところに入ってさっさとこんな不便な島はおさらばしたいもんだぜ。へえ。じゃあよ、ちなみに行きは天気が良くても帰りは悪くて欠航ってなったらどうすんだ。学校に泊まるのか。そういうのはよくあることだぜ。だから帰島できない人用の宿泊所があってよ、そこに寝泊まりするんだよ。下手すりゃ数日間家に帰れないこともあったりするぜ。乗車率が 200% を超えるような満員電車で毎日通勤通学しなければならない人から見てみると、船の通学なんて趣があって良さそうだななんて無責任に思っちゃうけど、やっぱりいろいろと苦労があるんだね。よく無神経な観光客がそういうこと言ってるぜ。私は島の生活なんてもうお腹いっぱいだね。早く高校出てこんな島とはおさらばしたいぜ。高校にだって全寮制のところとかあったろうよ。なんでわざわざ新島の学校を選んだんだよ。私は最初からそれを希望してたぜ。でもお袋がよ、当主跡継ぎとしての修行やらマナーやらがうんぬんってうるさくてよ、結局高校も地元になっちまったのさ。こんな島はごめんだぜ。早く都会で生活したいよ。雨が降ろうが槍が降ろうがラフな格好でサンダルを履けば5分足らずでコンビニに行けるような都会に引っ越したいぜ。もう少しの辛抱だよ。高校卒業まであとちょっとでしょ。そのちょっとも我慢できねえぜ。なお食事の準備が整いました。お屋敷へお越しください。なんとなくお腹が空いてきた頃だったしね。行こうか。
俺はとっくにペコペコ。本家の晩餐は毎回凝ってるしな。それに郷田さん、子牛のステーキとか言ってなかったっけ。たまらねえぜ。親族会議の日は特に豪華になるしな。私だって楽しみだぜ。行こう行こう。じゃあ行こうぜ。外の振りはだいぶひどいだろう。はい、お召し物を濡らさぬよう十分ご注意ください。マリア様はいらっしゃいませんか。一緒じゃないぜ。ローザおばさんと一緒じゃないのかよ。ありがとう、ゲンジさんなのね。起こしてしまいましたか。失礼いたしました。いえ、いいの。寝るつもりじゃなかったから。今は何時なの？6時を少し過ぎたところです。ありがとう。毛布は結構よ。変な時間に眠っちゃダメね。すっかり時間の感覚が狂っちゃったわ。雨とうとう降り出したのね。風もだいぶ出てるよね。いよいよ台風なのかしら。そのようにテレビでは申しております。遅い台風だそうで、明日いっぱいはこんな調子だそうです。そう、この素敵なバラ庭園も日中のあれが見納めだったのね。マリア、そうだ、マリアは？私はお見かけしておりませんが、ゲストハウスにお戻りではないでしょうか。違うわ。いとこの子たちは先に行ってしまったから、あそこにはマリア一人。あの子は誰かにもうやめろと言われない限り、たとえ槍が降ってこようとあそこに居続けるわ。傘も差さずに。私は感情に任せてなんてことを。とりあえず今はマリアが気になるぜ。まさかあの後もずっと一人でへそ曲げてあそこでバラ探しをしてるなんてことはないよな。そうだね、さすがにこの雨じゃと思いたいところだけど、マリアちゃんは
たまにすごく頑固でものすごく愚直な時がある。お屋敷ではお見かけしませんでしたので、てっきりこちらにおられるとばかり。ローザ様は仮眠を取られておいででしたので。ここに来る途中に見かけなかったのかよ。申し訳ございません。傘を差し急ぎ駆け抜けたもので、そこまでの注意を払いませんでした。ここで議論するより直接確かめる方が早いさ。兄貴、ちょいとかけっこと行こうじゃねえかよ。6年成長したから僕に勝てるつもりかい。よし、決着をつけようじゃないか。行こう。マリアちゃんには出会ってません。マリア！マリア！お前まだ探してたのか。見つからない、マリアのバラ見つからない。バトラ君、よかった、見つけたんだね。マリア！ごめんなさい。ごめんなさい。おお、ない。マリアのバラがない。すぐにお屋敷でタオルの用意をさせましょう。マリア、ずっとここにいたのか。ごめんね、本当に悪いままで。ごめんね。ローザおばさん、とりあえずお屋敷に行きましょう。このままじゃマリアちゃん風邪をひいちゃう。そうね。マリア、行きましょう。ちゃんときれいにしないと。おじいさまに怒られちゃうわよ。お腹すいた。もう食事の時間だぜ。マリアはよく頑張ったよ。天気が良くなったら私たちも一緒に探してやるから。
そっか、傘を持っていたのか。さすがマリアは物持ちがいいぜ。マリア、傘なんか持ってない。なんだよ。じゃあその手に持ってる白い傘はどうしたんだよ。貸してもらった。そう、その人にお礼を言わないとね。なあれ。よかったわね。それで誰なの？傘を持ってきてくれた人は。おお、ベアート・リーチェ。おお、おお。お父さん、せめて晩餐にだけは出席してください。これでは親族会議になりません。金蔵さん、せめて夕食くらいは出んかね。あんたの顔を見ようと息子さんたちが集まってきてるんじゃないか。黙れ南條、ビショップが聞かぬか。言って足りぬ。金蔵さん、私も腹が減った。下に降りて食事をせんか。ならばお前だけで行くといい。私はもうしばらくこの一手を吟味させてもらうぞ。今夜で決着をつけてやる。さもなくばお前との決着は金輪際つけられそうにないからな。南條先生、親父殿は。お役に立てなくて申し訳ございませんが、今や金蔵さんの世界はこの部屋だけです。お父さん、聞こえますか？私たちは下へおりますが、気が向かれたらいつでもおいでください。息子兄弟一同ずっとお待ちしておりますよ。晩餐にも息子たちの顔にも興味はない。私がここを出るのはベアトリーチがよみがえる時か、私が鍵の生贄に選ばれた時だけだ。もう悪魔のルーレットは回っている。今さら晩餐に何の意味があろう。
親父殿は相変わらずご気分が優れられないそうだ。年に一度の親族が集まるこの機会に同席できないことを非常に残念がられておられた。ではディナーを始めようじゃないか。ゴーダ、始めたまえ。かしこまりました。それでは始めさせていただきます。マリアに傘を貸してくれた人は誰かしら。傘？何の話？そのさっきマリアがバラ庭園にいた時に雨が降り出して誰かに白い傘を借りたみたいなんだけど、お礼が言いたくて。俺たちじゃねえぜ。ローザが出てった後は部屋を移してずっと仲良くおしゃべりをしてたからな。ははそうやで、あの後も兄弟で仲良くおしゃべりをしとったのや。少なくとも私とエヴァとルドルフとあと秀吉さんとキリエさんではないことも確かだがね。私たちは夏日姉さんとローザさんが出て行った後もずっと一緒だったわ。食事の時間までずっとね。兄さんは源氏さんと一緒にお父様を呼びに上の書斎へ、私たちはそのまま食堂へ直行したもの。だから私たちではないわね。傘を貸すなんて親切、使用人の誰かじゃないの。じゃあ郷田さん。私はずっと厨房で準備をしておりましたもので申し訳ございません。じゃあ熊沢さんかシャノンちゃんかしら。はい。何か粗相がございましたでしょうか。違うよ。マリアちゃんがバラ庭園に一人でいた時に雨が降ってきてね、誰かが傘を貸してくれたんだよ。ローザおばさんがその人にお礼を言いたいって言うのさ。おお、ベアトリーチェ。私たちでもございませんよ。私もシャノンさんも一緒にお部屋の準備をしておりましたから、お外には出ておりません。はい、気が利かなくてすみません。部屋の準備とは何のことかね。この雨ですから客人の皆さんがゲストハウスにお帰りになられるのも大変かと思って、使用人たちに屋敷内の客室の準備をするように命じたのです。あら、気が利くじゃない。そうね、この雨の中表に追い出すのは失礼だものね。もう予算か。はい、奥様からそのようにご指示を受けまして、私と熊沢さんとカノン君の3人で準備をしておりました。そしてご夕食の時間になり、源氏様からゲストハウスのお子様方をお呼びするようご指示をいただいたため、カノン君が言ってくれたのです。ええ、ですからカノンさんがゲストハウスに行かれるときにマリアさんを見つけて傘をお渡ししたのではありませんか。ほう、違う。
じゃあ夏日姉さん、ごめんなさい。私は皆さんとの仲良くの語らいの後、頭痛がひどかったので自分の部屋で休んでいました。ですから表へは出ていません。なら誰なの、ジョージ君たち？なわけないわよね。いえ、僕たちじゃありません。僕たちはずっとゲストハウスでテレビを見てました。むしろ私たちは、マリアはおばさんと一緒に屋敷に行ったとばかり。そこへカノン君が来て、マリアは一緒じゃないのかと聞いたんで、初めて屋敷にはいないのかって分かったんだよ。第一俺だったら傘を貸すより先に手引っ張って屋根の下に連れて行くぜ。もちろん私でもありませんが、雨が降り始めてすぐの頃、金蔵さんの部屋を訪ねて、ついさっきまで一緒にチェスをしておりました。ということはおじい様でもないよね。なんだなんだ、妙な話になってきたぜ。あと残るのは誰だ。じゃあ誰、源氏さん。あの、ちょっと待って、勘違いしないでくれる。別に私は何かの犯人探しをしてるんじゃないのよ。雨の中のマリアに傘を差し伸べてくれた人に母としてお礼が言いたいだけなの。落ち着けよローザ、傘を借りた本人に聞けばいいじゃねえか。ドーリア、ルドルフ君の言う通りやないか。マリアちゃん、おじさんに教えてえな。マリアちゃんに傘を貸してくれたのは誰や。ベアトリーチェ。なるほど、森の魔女ベアトリーチェが不憫に思って傘を貸してくれたか。いい話じゃないかね。どうぞ、そういうことだ。それはよかった。無垢だというのは実に羨ましいことではないかなあ諸君。一体どうなってんの。まさか本当に魔女が現れて傘を貸したってのかよ。マリアって冗談が言えるタイプだっけ。いや、昔から愚直なぐらい正直で真面目だよ。普通なら聞いただけで嘘と分かるような冗談すら鵜呑みにするタイプだぜ。マリアから冗談を言い出すなんて聞いたこともない。じゃあマリアがベアトリーチェに傘を借りたと言ったなら、それは間違いなくベアトリーチェなのか。マリアに関してだけは何かの比喩とか冗談とかそういうことは考えられねえぜ。
革命通りの意味だと思うべきだろうよ。じゃあなんだよ。源氏さんあたりがあの肖像画のごついドレスを着てマリアに傘を持って行ってやったっていうのか。そんなことは知らねえぜ。私が聞きたいくらいさ。源氏さんですか。マリア様に傘を貸されたのは。傘？何のことだ。はい、雨が降り出した時にマリア様は一人でバラ庭園におられたそうで、そこでどなたかに傘をお借りになったそうなのですが、それがどなたかわからないのです。僕じゃないよ。マリア様はゲストハウスにいると思ってたくらいだからね。バドラ様が最初に見つけられた時にはもう白い傘をお持ちだった。申し訳ないが、それは私でもない。じゃあまさか親方様でしょうか。何かの御用で廊下を歩かれているとき、偶然バラ庭園に傘もささないマリア様が見えたとか。親方様はマリア様のことをあまりお好きではない。同感だね。親方様がマリア様のために直々に開花までお越しになって傘をお持ちくださるとは考えられないよ。あら、困りましたわね。ではマリア様に傘をお貸しになられたのは本当にベアトリーチェ様ってことに。さあさあ皆さん、ディナーは配膳のタイミングも大事です。すぐにスープの配膳に取り掛かってください。源氏さん、彼女らは大切なお仕事中ですので、お引き止めになられないでください。ゴーダの指示に従いなさい。今は晩餐の配膳を急ぐように。ほらほら、時間がありません。タラタラしない、急ぎますよ。では私どもも厨房に戻らせていただきます。甲田さんも気の短い方ですからね。私もこれで失礼いたします。源氏様、ベアトリーチェ様が本当にお戻りになられたのでしょうか。わからん。親方様にお知らせしますか。せずともよい。本当にお戻りになられたなら、やがておのずと親方様の前へ現れよう。それにあれは気まぐれなお方。親方様にご報告申し上げたところで、お姿を現されないことには何の意味もない。親方様の儀式はすでに始まっているということでしょうか。おそらく。だがそれは我ら家具には何の関わりもないこと。親方様に受けたご恩、最後の瞬間までお返しするのみ。はい、それが僕たち家具の務めです。
やれやれ、せっかくゴーダが腕を振るってくれた晩餐もこうも沈み込んでしまっては実に味気ないというものだ。ええ、まったくね。今日は何を食べても美味しく感じられない、そういう気分よ。ほう、どうしてそういう気分なのか聞きたいね。心が晴れ晴れできるよう兄として後で協力させてもらうよ。エヴァおばさんもうちの親父もずいぶん機嫌が悪そうっすね。そう、私はそうは思いませんよ。まあちょいと大人な話で込み入ってな、バトラ君たち子供は気にせんでええ話や。ハハハハ。なあ夏日さん、キリエさん。子供たちの進路はどうなるのかしらとか、そういう話よ。バトラ君は将来はどうするの？ぼんやりと大学進学？そんなのじゃ長い人生レースのスタートラインとしては心細いわよ。あいたたたたたた。キリエさん、飯の最中にそんな話されちまったら消化不良で便秘になっちまうぜ。そうやそうや、バトラ君やジェシカちゃんの進路の話をしとったんや。将来のことは真剣に考えんとあかんで。これでご飯は終わり？終わり？うん、これでおしまいだよ。はしたないわよ。お席について落ち着いてジュースを飲みなさい。なんだい、それはどこから持ってきたの？マリアちゃん、それは何？どうしたよ、夏姫姉さん。
それ、何？マリア、あなた、それをどこで拾ったの？その封筒は、金蔵さんの？どうしてそんな封筒がここにあるんだね。こいつは面白いもんが飛び出してくるぜ。ちょいとわしに見せてみ。うん、ダメ。マリアが読むの。マリアがみんなに読んで聞かせなさいって言われたの。秀吉兄さん、子供相手に力づくなんていけませんよ。マリアちゃん、その封筒はどうしたの？うん、傘を貸してくれた時にベアトリーチェにもらった。ご飯が終わったらマリアがみんなに読んで聞かせろって言われた。マリアは魔女のメッセンジャーなの。うん、メッセンジャーこの島の魔女様は随分と洒落てるじゃねえかよ。それで中にはなんて書いてあるのかしら、マリアちゃん。はい、読む。はい、これは当主様の紋章。私は金蔵さんに手紙をもらったことがあるからわかる。これは間違いなく金蔵さんの風呂だ。でもこのお屋敷にはそれと同じ紋章がいくつもあるのでは。例えば風呂用のハンコのようなものがあれば、金蔵さんでなくても風呂はできるのでは。いや、金蔵さんは風呂には必ず自分が指にしている後ろ宮家当主の証の指輪で刻印をする。この形や複雑な衣装は間違いなく金蔵さんの風呂だ。そうとは限らんよ。親族であれば一度くらいは親父の手紙を受け取ったことはあるはずだ。その風呂をもとに偽の紋章を作り、親父殿を語って刻印した可能性が否めない。兄貴に同感だ。風呂に刻印されている紋章がどれだけ親父のものに酷似していたとしても、間違いなく親父のものであるとは証明不能だぜ。だからその封筒が親父のものであるという証拠にはならない。私も全く同じよ。風呂の刻印だけでお父様の手紙だなんて決めつけることには同意できないわ。南條先生、曖昧な言葉は慎んでいただけるかしら。これは失礼、出過ぎた口でしたな。マリア、その封筒は傘を貸してくれた人がくれたのね。うん、風じゃわからないでしょ。そうなの？つまり魔女ベアトリーチェが傘と一緒にマリアちゃんにその封筒を。主人に、私も同感です。得体の知れない何者かが手渡した怪文書です。読むにも値します。せめて読むくらいいいじゃねえかよ。
それでマリアはそのベアトリーチェに食事が終わったら読めって言われたんだな。うん、いいじゃないの皆さん、これはおじい様の封筒ではなくベアトリーチェの封筒。誰が書いたのかはともかく、中身を聞いてからの判断でもいいんじゃないかしら。そうやな。お父さんが書いたとは限らんが、中身が気になるんは事実や。マリアちゃん、さっきは無理やり取ろうとしてすまんかった。謝るからみんなの前でそれ読み上げてくれんか。マリア、読みなさい。本当に親父の手紙だと思うか。ありえんね。親父殿が私たちに何かを発表するときは、直接でなければいつだって源氏さんを通してじゃないか。このようなこじゃれた方法でするとは思えんね。そうよ、マリアをメッセンジャーに。それこそお父様の趣味じゃないわよ。ローザ、これはマリアちゃんが私たちを脅かそうという何かの隠し芸なんでしょ。マリアはそんな気の利いたことができる子じゃないわ。読む。うん、六軒島へようこそ、後宮家の皆様方。私は金蔵様にお仕えしております当家顧問錬金術師のベアトリーチェと申します。そんなアホな。黙って。長年にわたりご契約に従いお仕えしてまいりましたが、本日金蔵様よりその契約の終了を宣告されました。よって本日をもちまして当家顧問錬金術師のお役目を終了させていただきますことをどうかご了承くださいませ。くだらん、ざれ事だ。聞くに耐えません。さてここで皆様に契約の一部をご説明しなければなりません。私ベアドリーチェは金蔵様にある条件とともに莫大な黄金の貸与をいたしました。その条件とは、契約終了時に黄金のすべてを返還すること、そして利息として後宮家のすべてを頂戴できるというものです。むちゃくちゃや。初めからむちゃくちゃだぜ。要するにあれだろ、よくある悪魔の契約みたいなやつなんだろ。ほんで契約がおしまいってことになるから利子を回収に来たってわけだ。いいんや、長年の退職金のつもりかな。ちゃっかりした魔女だぜ。バトラ君、今は茶化さない方がいい。これだけをお聞きならば皆様は金蔵様のことをなんと無慈悲なのかとお嘆きにもなられるでしょう。しかし金蔵様は皆様に富と名誉を残す機会を設けるため特別な条項を追加されました。その条項が満たされた時に限り、私は黄金と利子を回収する権利を永遠に失います。特別な条項。それは何よ。特別条項、契約終了時にベアトリーチェは黄金と利子を回収する権利を持つ。ただし隠された契約の黄金を暴いた者が現れた時、ベアトリーチェはこの権利を全て永遠に放棄しなければならない。利子の回収はこれより行いますが、もし皆様のうちの誰か一人でも特別条項を満たせたなら、すでに回収した分も含めて全てお返しいたします。なお回収の手始めとして、すでに後宮本家の家督を受け継いだことを示す後宮家当主の指輪をお預かりさせていただきました。
封印のろうそくにてそれをどうかご確認くださいませ。これがそうだというのか。親父が指輪を手放すなどありえん。確かにチェスの時金蔵さんの指に何か足りんような違和感は感じ取りました。南條先生、おぼろげな記憶でいい加減なことを言わないように。その心眼をここでは測れないわ。本当に指輪をお父様は確かに手渡したのか、この手紙が本当の話かどうかはお父様に直接確認すればいいだけの話じゃない。そうね、キリエさんの言う通りだわ。果たして金蔵さんがそれを答えてくれますかな。あの人のお考えは時に人の世の常識では測りかねますからな。どの道ザレ事の息を出んの。第一、黄金幻想自体が親父殿のまやかしだ。ありもしない黄金の話を始めるのはお前たちだけで十分だ。でも魔女様はおっしゃってるわよ。黄金を見つけた者に家督と全ての財産を引き渡すってね。つまりベアトリーチェ様はお父様の顧問弁護士もしくは金庫番でもあられるってことじゃないのかしら。このような怪しげな文章を子供に託すような怪人物を信用することなどできません。兄貴、腹を割ってもらうぜ。兄貴の知らない人物が親父の財産管理をしてるようなことはありうるのか。いや、それはない。私は当主代行として親父殿の全ての財産を把握している。私に知られずにそれらを自由にできる人間はいないはずだ。じゃあつまりクラウス兄さんの把握していない財産ってことじゃないの。バカな、そんなものあるわけがない。あるわよ。兄さんが把握していないお父様の資産。そんなものあるわけがありません。いや、あるで。それがお父さんの、いや、ベアトリーチェの隠し応募や。話を整頓しよう。つまり親父には兄貴も知らない腹心がいた。そしてそいつはずっと黄金の番と運用を任されてきたわけだ。あるいは悪魔の契約まがいのルールで融資した小塚の大富豪だ。その腹心のベアトリーチェさんは自分の黄金を融資する相手として息子兄弟の誰がふさわしいか試したいということなのかしら。隠し場所についてはすでに金蔵様が私の肖像画の下に碑文にて公示されております。条件は碑文を読むことができる者全てに公平に。黄金を暴けたなら私は全てをお返しするでしょう。それではどうか今宵を金蔵様との知恵比べにて存分にお楽しみくださいませ。今宵が知的かつ優雅な夜になるよう心よりお祈りいたしております。黄金のベアトリーチェ。お父さん、聞こえているはずです。返事をしてください。
ますのはいかがいたしますか。捨ておけ。神と我が晩餐は沈黙を絶とう。黙らせますか。必要ない。我が耳には届いておらぬ。マリア様がベアトリーチェ様より手紙を受け取られたとのことで、その真偽を確かめたいのでしょう。あやつめ、早速始めおったか。さあベアトリーチェ、かけるコインに不足はあるまい。存分に今宵を楽しもうではないか。負ける気はないぞ。お前の微笑みは永遠に私のものだ。もう一度見られるなら、富も名誉も我が命すらも惜しくはない。さてルーレットは回り始めた。ボールはどのポケットに落ちるのか。ノワールかルージュか、それとも親の総取りか。さあ始めるがいい、ベアトリーチェ。私が再びお前に奇跡の力というものを見せてやる。